近づくもの。僕が大学生だった頃、バイト先のバーのお客さんの話です。その K さんという方は、お店に割と来るお客さんで、当時は20代後半の会社員、僕と同じ茨城出身の人でした。その時の季節柄、 ホタルが話題に上って、僕の地元は2、3年前までホタルいっぱいいましたよ。俺の実家の近くじゃ全然見れないんだよな。いいな、ホタル、見てえなあ。などと話していたのです。それから約1ヶ月後、久しぶりに店に顔を出した K さんが、 他のお客さんが弾けた頃合いを見て、笑ってくれてもいいんだけど、と言って、ポツポツと、淡々と、マスターと僕に語り始めました。こないだ、僕とホタルの話をして間もなく、夏季休暇の K さんは実家に帰省したそうです。ある夜、 やはりホタルが見たくなったケイさんは一人で車で出かけました。同じ茨城といってもケイさんの実家と僕の地元とはかなり離れていたのでケイさんは知り合いに聞いてホタルが見られそうな場所を教えてもらったのです。車で3、40分ほどの距離にあるそこは山のふもとの 農村地帯でした。民家もかたまりずつまばらに点在するばかり。ぼんやりと月が出ていなかったらきっと真っ暗。その代わり、ホタルは本当に結構な数がふわふわ飛んでいました。K さんはできるだけ民家から離れた山沿いの道に車を止めて、 家から持ってきたビールを飲みながらホタルを眺めていたそうです。風流だなあと思いながら。そのまま、いい感じに酔ってきた K さんは、酔いを覚ましてから帰ろうとしているうち、車の中でうたた寝をしたそうです。尿意を催して目が覚めたときは、 レージを回っていたそうです。車の外に出て用を足した後、せっかくだからホタルを捕まえてみたいと思ってさ、その道をちょっと進んだところにホタルがいたから、そーっと近くまで行って、その時見えたんだよ。その道の左側は田んぼ、右側は そのまま山に繋がっている雑木林。K さんが車を離れて歩いていったちょうど横に山に入る細い道があった。雑木林の中をまるでトンネルのように山に向かっている小道。その道の奥の方で何かがふらりと動いた気がした。ん 月明かりがまばらに落ちているとはいえ、林の奥はなお暗い。暗さに慣れた目で確かめようとしながら、夜中にこんな場所にたった一人という状況に突然猛烈に怖さが湧き上がってきた。その何かがまたふらりと動いた。間違いなく見えた。 林の奥で動く人影のようなものが。寒気が走って全身にゾワッと鳥肌が立った。やばい。なんかわかんねえけど、これはやばいって思ったんだ。なのに体がすぐには動かないのよ。で、だんだんよく見えてきたんだ、それが。ボロキレのような布を身にまとった。 人のようなもの。それがふらりふらりと揺れながら、ゆっくりとこっちへ近づいてくる。ケイさんはやっと動き出した。だけど、走って逃げ出したいのに体が言うことを聞かない。水の中にいるように足が重くて渾身の力を振り絞っているのに、 ぎくしゃくと歩くようにしか動けない。車に向かって全力で歩く。嫌だ、嫌だ、嫌だ。パニックになった K さんは心の中で叫びながら、後ろを振り返ったまま懸命に道を戻ろうとする。雑木林の細道からそれが、 月明かりの中に現れないよう必死に祈りつつ。でも、それはやはりゆっくりと林から出てきた。それとの距離は明らかに縮まっていた。はっきりと見えた。ボロ切れのようになった昔の仮犬のようなものを身にまとい、顔には面をつけている。 だけど、その木の面には何も掘られてない。目の部分に穴すら開いてない。面は縄のようなものでぐるぐる巻きに縛り付けられている。人間なら前なんか見えっこない。なのにそれはスーッと体を回して悪夢のように正確に K さんの方へと歩み出した。ほとり、ほとり。左足と右足をゆっくりと交互に踏み出して、その度体を不規則に揺らしながら。やだ、やだやだやだ、やだ,やだ,やだ K さんがやっと車に潜り込んだ時には、それがもしも走ったなら、 一瞬で追いつかれてしまうほどの、そんな近さだったそうです。エンジンがかけっぱなしだった車をすぐバックさせて、事故るんじゃないかというスピードで逃げ帰ったそうです。マスターも僕もそれを聞いて、さすがに笑い飛ばしたりはしませんでしたし、K さん自身も その時も怯えていたというわけでもありません。ただしそれ以来、K さんは東京でも残業で遅くなった会社など、ちょっとした暗がりや人気のないところでもビクッとするようになったそうです。アパートの部屋もさ、出かけるとき電気をつけていくんだ。じゃないと帰ってドアを開けたとき、 そこにいそうでさ。その後、少なくとも僕が知る限りでは、ケイさんは再びそれを見ることはありませんでした。立ち止まれ。小学二年生の時の話。僕はその日、学校帰りに、 同じクラスの S 君と遊んでいた。その S 君は特別仲がいいわけではなかったけど、何回か彼の家にも遊びに行ったし、僕の家に招いたこともある。親しい友人の一人だった。僕たちはある人気のない古いアパートの敷地内にいた。 アパートの一階部分の横並びのドアの前に敷かれたコンクリの歩道の上に座り込んで何かの遊びをしていた。しかししばらくすると僕はアパートの二階の部分に何かあるような気がしてそれが気になって仕方なくなってきた。そんな中 S 君が 二階なんだろうとぽつりと言い出した。変な気がしたのは僕だけではなく、彼もその得体の知れない雰囲気を感じ取っていたのだ。二人ともどうしても二階が気になって、S 君が、ちょっと見に行ってみようと言い出して立ち上がった。君が、かん。 カンと音を立てながら壁伝いに設けられた鉄の階段を登っていき、その後を僕がついていく。S 君が階段を登り切って2階の廊下を曲がって見えなくなったその瞬間、僕は階段の途中で立ち止まってしまった。特に異変が起こったというわけでもないが、 僕の体の中で警報のようなものが激しく鳴り響いた。立ち止まれ。と、僕自身の体の中の何かが強く命じてくるような感じ。しばらくそうして階段の途中で立ち止まったままだったが、S ス君が戻ってこない。声もしない。僕は、 やっぱり2階に行こうかと階段を再び登り出そうとしたが体が動かない。金縛りのような身体的感覚ではなく絶対それ以上進んじゃダメだ。という強い精神的な感覚に襲われ僕は怖くなってそのまま S 君を置いて家に帰ってしまった。 次の日、学校に S 君は来なかった。僕は一晩経って怖さが薄れてしまったし、子供の短絡した頭脳で、風邪か何かで休んだんだろう、という程度にしかその時は考えていなかった。しかし、一週間経っても S 君は来ない。 さすがにどうしたんだろうかと気になって、クラスメートに、S 君どうしたんだろうね、と聞いてみた。だが、聞かれたクラスメートは、S 君って誰と不思議な顔をした。誰に聞いても同じで、S 君のことなど知らないという。そういえば担任の先生も、 休んでいるにもかかわらず、S 君のことを口にしていないし、S 君が座っていた机には、他の奴が座っている。家に帰って母親に、S 君が学校に来なくなったんだ、と話してみると、母親も、誰なの、その子、と言った。前、家に連れてきたでしょ と言っても、全く覚えてないという。小学生の僕は、時間の経過とともに S 君のことを次第に忘れていき、そのまま小学校を卒業した。そして、中学生になったある時、ふと S 君のことを思い出した。彼はどうしたんだろう 気になって何人かの友人に S 君のことを聞いてみたが、やはり誰も知らない。問題のアパートはもう取り壊されて、その一帯は段ボール工場の倉庫になっていた。遊びに行ったことのある S 君の家を見に行ってみようと思ったが、途中までの道筋は思い出せても、 どうしても詳細な位置がわからない。小学校の卒業アルバムも見てみたが、端末の住所録にも S 君の名前はない。どうしようもない不安に駆られ、僕の家のアルバムを引っ張り出し、小学校の頃の写真を探した。でもそこにも S 君の姿はない。 小学2年の春に行った森林公園の遠足の集合写真にも S 君がいない。その遠足では森林公園の中の立ち入り禁止の区域に S 君と他の友人数人と入って担任からこっぴどく叱られた記憶があるので間違いなく S ス君はこの集合写真にいるはずなんだけど。そして現在。これまでの間、S ス君のことを時々思い出すけど、今でも全く不可解でならない。確かに僕の記憶の中には S ス君は存在した。顔も覚えているし、数回遊んだことも、 現実の世界の出来事だったと断言できる。一体 S ス君はどこへ行ってしまったのか。みんなの中からなぜ S ス君の記憶が消えてしまったのか。今でも本当にこのことが恐ろしくて仕方がない。叫び 小学生の頃、うちの家族はアパートに住んでいました。で、そのアパートは壁が薄くて、隣の部屋の音が結構聞こえていました。テレビの音も聞こえるし、また逆に友達と家で騒いでいると、隣の部屋に住んでいる男が、うるさいと、 怒鳴り込んでくることも結構あった。この隣人の男性を仮に秋夫とします。明夫は昔で言うならチンピラっぽい男で、定食についていないのか昼間見かけることが多かった。いつも機嫌が悪そうで、夜に隣から怒鳴り声や喧嘩をしている音が聞こえることも多かった。 僕は何度か理不尽に怒鳴られたり絡まれたりしていたこともあって、キオのことが嫌いだったし、うちの両親もキオが隣で騒ぐたび嫌な顔をしていた。ただ、うちの父親も割と血の毛が多い方で、イライラが募ると隣へ文句を言いに行くことがあって、そのたび怒鳴り合いになるから、 ご近所には迷惑をかけていたと思う。ちなみに、秋夫が怒鳴っている相手は同居していた女性だった。その女性を A 子さんとします。A 子さんは結構綺麗な人でした。秋夫とどういう関係だったのかはわからない。夫婦だったのかもしれないし、恋人だったのかもしれない。 ただ、エイコさんは、秋尾から暴力を受けていたようで、顔に青あざがあったり、どこか怪我していることも多かった。一度、電話ボックスの中で座り込んでいるエイコさんを見たことがあったけど、その時は何というか、雰囲気的に疲れきっているというか、ボロボロになっている感じがして、子供の自分には、 話しかけることができなかった。ちなみに、秋夫の部屋が角部屋で、その隣が家だったので、主に秋夫の騒音の被害に遭っていたのはうちだけだった。あと、栄子さんとうちの母は、そこそこ交流があって、立ち話とかしていたんだけど、大体内容は、あんな男と別れた方がいい。 警察に相談しよう、とうちの母が言って、英子さんが、そんなことをすると何をされるかわからない、みたいなことを言って、会話が堂々巡りしていた。そして、あの日の夜がやってきた。珍しく、隣から怒鳴り声も喧嘩をする音も聞こえなくて、 早めに仕事から帰った両親と夕飯を食べて一家団らんしていたんだけど、突然外からドアをドンと開ける音と、誰かが走り去る音が聞こえた。何かあったのかとうちの親父が外へ出て行き、しばらくすると結束を変えて戻ってきて、救急車呼べと叫んだ。 救急車で運ばれたのは A 子さんで、走り去っていったのは秋夫だった。なぜそんな事態になったのかはわからない。両親は警察から事情を聞いたようだったが、僕には何も話してくれなかった。ただ、多分秋夫の暴力で A 子さんが非常に危険な状態に陥ってしまったことは、 僕にも見当がついた。幸いなことに、栄子さんは病院に搬送されて一命を取り留めた。その後、母と一緒に栄子さんのお見舞いへ行くことになった。母はとても栄子さんを心配していた。ところが、栄子さんは僕たちの姿を見るなり、 反響欄になって暴れ出した。暴れるというレベルではなかったかもしれない。天敵を支える棒みたいな奴は倒れたし、お医者さんや看護師さんたちが二三人で必死で押さえつけていた。ただ僕が、多分母も一番ショックだったのは、英子さんのその様子ではなく、 彼女が叫んでいたセリフだった。助けてくれって言ったのに助けてくれって言ったのに英子さんはひたすらそう叫び続けていた。そうして僕たちは病室から追い出された。そう、よくよく考えれば色々おかしいところはあったんだ。 なんであの夜、隣の音が全く聞こえなかったのか。普段なら絶対何か聞こえるはずなのに。現に、秋夫がドアを開ける音は聞こえたのだ。喧嘩をしていたなら、うちには一発でわかるはずだった。A 子さんが助けを求めたなら、聞こえないわけがない。なのにどうしてあの日の夜、 何も聞こえなかったのか。その後、しばらくしてうちは引っ越した。理由は簡単。隣に誰もいなくなって、何も聞こえなくなったことが耐えられなくなって、僕が突然泣き叫んだりするようになってしまったからだ。多分うちの親も精神的に限界だったのだと思う。 これには、ちょっとした後日談がある。大学に入学して、夏休み、帰省したとき、記憶を確認したくて、そのアパートまで行ったことがある。アパートは改築されて、当時の面影は全くなくなっていた。でも、大家さんはまだ現役だったので、幸運なことに、 話を聞くことができた。栄子さんは退院した後、すぐアパートから出て行ったようだ。秋夫は警察に捕まったとのことだった。大家さんはその後こう続けた。あの部屋の壁、血がついちゃってね。おまわりさんが言うには、ひどいことに。 秋尾の奴が A 子さんの頭を掴んで壁に何度か叩きつけたらしいよ。壁紙を変えるのが大変だったよ。どっち側の壁だったのかは怖くて聞けなかった。正直、子供だった僕が記憶を改ざんして何も聞こえなかったと思い込もうとしているのかもしれない。 だけどそうなると、うちの両親は、助けを無視した最低の人だということになる。ただ、僕の記憶が正確で、あの夜起こったことが本当ならば、どうして英子さんにとって最悪のタイミングで、何も聞こえなかったのか。なんだか、人知れない悪意を感じてしまう。 目をつぶる目をつぶりながら歩いていると、ないと頭でわかっていても目の前に壁があるような錯覚に陥って、思わず立ち止まって目を開けてしまいますよね。小学三年生の時の話になりますが、夏休み前という記憶があるから、あれは7月だったと思う。 休み時間、正確には登校直後の朝礼を待つまでの時間だった気がする。朝から元気に大発見したと騒いでいた奴がいた。その男子はなんとなく学年に対して精神年齢が低い生徒だったんだけど、彼の話を聞くとその大発見というのは人気がなくて広い場所で、 目をつぶって歩く遊びをすると、一世界に行けた、というものだった。自分が錯覚だとわかっていても、壁に近い、当たる、と思ったタイミングで、本当に壁に当たったような衝撃を受けて、それでも目を開けずに歩き続けていたら、空が赤くて誰もいない場所に行っていた。 夕方だったはずなのに、学校前の通りまで行っても、歩いている人や走っている車が一つもなかった。それで突然眠くなって気がついたら元の場所で寝ていた。そうして異世界から帰ってこれた。と興奮して語る彼だったが、彼はちょっと変わった子。 という認識がクラス内に浸透していたので、真に受けた様子の生徒は誰一人として見受けられなかった。学年が学年だし、言っていたのが彼でなければ、ちゃんと話を聞いた生徒の一人や二人はいたとは思う。階段好きな人なら、次の展開が読めると思うけど、その通り、彼は数日後、 行方不明となった。これは当時の僕にとってシャレにならないほど怖かった。なぜならその目をつぶって歩く遊びは僕たちの学年でちょっとしたブームになっていたから。即興の肝試しというかスリルを味わったり仲間とチキンレースみたいな遊び方をしていた気がする。 とにかく、もし万が一、その遊びの最中に行方不明になったあいつのように、自分も異世界に飛ばされて戻れなくなったら、という想像をして、死ぬほど怖かった記憶が強烈に残っている。怖かったのは僕だけではなかったようで、その遊びは結構流行っていたにもかかわらず、 彼の行方不明が知れ渡ってすぐに、僕たちのクラスではその遊びがパタリとやんだし、他のクラスにもその波は瞬く間に広がっていった。ただ彼は僕たちの予想に反して無事生還した。彼が行方不明になってから五日か一週間経った頃だったと思う。 近所の森で気を失っていたのを保護されたとか、そういう話だった。しかし、保護される前と後では、彼の人格というか、様子が随分と違っていた。保護される前では、どうでもいいことでもいちいち騒いだり、爆笑するような、いわゆる空気を読めない奴だったんだけど、保護された後では、 口数も少なく、上の空というか、常に宙を見つめているようなやつになっていた。旗から見ても結構不気味で、夏休みになるまで、彼に話しかける生徒は少なくなっていたと思う。そして、夏休みが明けて、久しぶりの投稿で、彼の転校が担任から告げられた。 家庭の事情だと他人は話していたが、クラスの誰もが彼の行方不明が天候に起因していると確信していたように思う。ただ一つ気になるのが、本当に彼が異世界に飛ばされたとして、目をつぶって歩く遊びは実際はそれに関係していなかったのではあるいは、 関係していたのはそれだけではないのでは、ということ。彼が行方不明となった近所の森というのは、もともといろんな噂があったし、小3という年齢を考えれば、そのような噂を真に受けないそぶりをしつつも、実際は信じていた奴も少なからずいただろうし、そんな中で、 目をつぶって歩く遊びを実行した奴も一人くらいはいてもおかしくなかったと思うんだ。彼の行方不明の噂自体は他のクラスや学年にも相当広まっていたし、それを考えればなおさらだと思う。異世界とか憧れる年齢だし、その遊びを実行したのは彼だけではないと思う。 それにもかかわらず、行方不明になったのは彼だけ。というのは、目をつぶって歩く遊びだけではなく、様々な条件を満たして、偶然異世界への扉を開けてしまったんだろうなと、今になって思う。以上で終わりです。皆さんも誤って異世界へ行かないよう。と言いつつ、 僕は今では行けるものなら行きたいと思うほど、現実逃避したい毎日を送っている。2時14分。小学校の頃、祖父が亡くなって、祖母は広い家で一人となった。親族での話し合いの末、私たち家族が引っ越して、 祖母と同居することに決まった。そこは父親の実家で驚くほど何もないうんざりするような田舎だった。田んぼと民家しかなくて店はない。伝統も少なく夜は真っ暗。祖母の家にも以前女性が助けてください。 と駆け込んできたことがあり、通り魔によって人が亡くなった事件もあった。要するに、田舎といっても、のんびりしたものではなく、物騒な土地だったのだ。まだ子供だった私も、その土地には嫌なものを感じていた。引っ越して間もなく、生まれて初めて、 金縛りにあった。私たちの寝床は子供部屋ではなく、祖母の部屋の隣の空き部屋だったが、一緒に寝ている姉と弟にも、隣の部屋の祖母にも、私は何も言わなかった。金縛りは三日に一度ぐらいの頻度で起こって、怯えながら床に着く日が続いた。 私は横を向いてしか眠れなくなっていた。仰向けで金縛りに会うと、上に何かが乗ってくるのがわかるからだ。一年が過ぎた頃、祖母が突然、子供たちは別の部屋で寝るように、と言い出した。その頃、 祖母と母親の折り合いが悪くなっていた。そのためなんだろう。私には優しい祖母だったが、両親と喧嘩をするときは、まるで別人だったのを思い出す。ちょうど姉が高校受験を控えていたので、これを機に子供たちも各自部屋を与えられた。 今まで子供部屋だった場所は姉専用の部屋となって、姉は一人そこで眠る。私と弟は部屋に布団をしまう押し入れがないという理由から仏間で寝ることになった。その日を境に、悲しりは毎晩となった。仏間をうろうろと歩き回り、 時には添い寝までしてくるそれ。それがやってくるとまず、絨毯の下の畳がきしむ。紛れもなく人が歩くときの音だった。私の背中にぴったりとくっついて、並んで寝ているそれの息遣いを後頭部に感じた。間近に向かい合って寝ているときもあり、 私は必死に目を閉じていた。心の中でお経を唱えていたら、顔を殴られたような不思議な衝撃を受けたこともある。夏になっても全身に何かをかぶってないと眠れなくなった。すると時折、布団の端がふわりと持ち上がって、パタリと落ちることがあった。 すっと体が持ち上がるような浮遊感を覚えたこともある。精神の限界だった。親に相談したが寝床を移してはもらえなかった。ただ、横で聞いていた姉が青ざめた顔で私に言った。それ、2時14分じゃない 仏間の隣の個室にいた姉も、怪現象に毎晩悩まされているのだという。それは足首を掴んだり、首に手をかけたりするそうだ。掴まれた感覚は、朝になっても生々しく残っている。そいつがいなくなった後で時計を見ると、いつも2時14分を指していたのだそうだ。 母と祖母はますます険悪になって、私たち家族は二年足らずで家を出た。祖母はそれから十年後に他界するまで、その家で暮らしていた。たった一人十年もあの場所で。姉は言っていた。それは姉の部屋を通り、 仏間の方へ向かっていたと。そして姉の部屋と仏間の延長上そこには祖母の部屋があった。墓場に近い家。私が二十代前半の頃、友人が引っ越しをしたというので、 お祝いを持って行った時の話です。友人は中古住宅を賃貸したらしく、パッと見た正直な印象は、古い家だなぁ、でした。今は子供も小さいけど、きっと狭くなるわね。その時までには自分の家が欲しいわ。そういう友人は気のせいか、 やつれて見えて元気がありませんでした。ふと窓の外を見ると墓地が見えます。外の眺めがこれではあまりいい気持ちはせず、友人もそこはかなり躊躇したようです。でもその代わり家賃は安かったから。友人は笑っていましたが、 私はどうにも気になりました。さらに気になるのが騒音でした。閑静な住宅街だと思いきや、ざわざわとずっと声が聞こえます。季節は夏。きっとご近所さんがみんな家の窓を開けているんだろうと思いました。 それにしてもかなり騒がしく、私は友人へ、なんかうるさくないと尋ねました。ん特にうるさくはないよ。暑いけど。不思議そうな友人の回答に、私は違和感を覚えました。こんなにも声が聞こえるのに、それも数人ではなく、 お祭りのような騒がしさです。声がする方を見てみると、お墓があります。私は友人の手前、平気な顔をしていましたが、内心は穏やかではありませんでした。まさかの考えが浮かんでは消えます。実際に人が集まっているのかもしれないと、 都合の良い会食をしようにも、それが違うことは明らかにわかります。お盆にはまだ早いですし、そんなに大勢の人が集まるわけはないのです。若い男女や老人、赤ちゃんの泣き声、性別も年齢も様々な人の声が聞こえるも、 何を言っているのかまでは聞き取れません。世間話のようにも聞こえますし、怒っているような気もします。笑い声や泣き声もあって、まるで声の洪水のようです。あまりの状況に耐えられず、私は早々に帰ることにしました。友人の家から離れると、 声も聞こえなくなりました。私は自分の指が震えているのに気づき、どうやら思っていた以上の恐怖を感じていたようです。それからしばらくはまたあの声が耳に入るような気がして落ち着きませんでした。友人はやつれたような表情をしていました。 もしかすると彼女は何か影響を受けているのではと思ったものの何も考えず一軒家を借りて喜んでいる彼女に何と言えばいいのでしょう。こんな話をして困らせていいのだろうかと考えてしまいます。声を聞いたのは私だけ。彼女にそのことを話しても 納得してくれなかったら、私は何日も悩みましたが、やはり放っておくことはできませんでした。一ヶ月後ぐらいに、私は彼女へ電話をして、すべて話しました。すると、驚くことに彼女は、やっぱりと言ったのです。 実は彼女も自身と家族の異変にうすうす気がついていたのだとか、疲れやすくなり何をするにも億劫で沈んだ気持ちになる。おまけに生後間もない子供の夜泣きが引っ越してからひどくて悩まされていたそうです。その後夫に相談したら、 また引っ越すという話にまとまったようで、私はほっとしました。次に引っ越し祝いを持っていった私を迎えてくれたのは、以前の明るさを取り戻した友人の笑顔でした。今度は墓地のない静かな住宅街です。安さに惹かれてのあまり無頓着な引っ越しは、 気をつけた方がいいかもしれません。高架下の階2011年の夏、幼なじみの家に遊びに行った。幼なじみの家は自転車で15分ぐらい。うちの地元は田んぼが多くて、しかも街灯が少ないから、 夜はめちゃくちゃ暗いんだ。道のりに新幹線の高架下を通るんだけど、そこがいつも気持ち悪い。近所ではちょっと有名な気持ち悪いところだった。目撃談もそこそこあるようだ。僕は気持ち悪いの嫌だし、暗くて怖かったから、イヤホンで聞いていた歌を歌いながら、 自転車をこいでいた。で、なるべく高架下を意識しないように通過。少し安心していると、T シャツにジーンズの男の子が、前方の街灯の近くに立っていた。田んぼを眺めている感じだった。歌っているのを聞かれるのが恥ずかしかったので、声を小さくして、 男の子を左手に見ながら通り過ぎた。やばい、聞かれちゃったかな。と、少しはにかんで。だけど、あれと、あることに気がついた。僕の左は、田んぼの用水路しかなかった。結構深めの。男の子が、ちょうどそのあたりにいたような気がして、 パッと振り返ると誰もいなかった。おかしいなあ。そう思って前を向き直す。するとちょうど進行方向1メートルぐらい先にさっきの子と思われる男の子がこっちを向いて立っていたんだ。ぶつかると思ったので急ハンドルをしたから 激しくこけてしまった。こけている最中、男の子の顔が見えた。それが異様で、今も忘れられない。男の子は鼻がなかった。唇もなかった。上唇の方。だから、上の歯が見えている状態。本当に異様だった。何だったんだと振り返ると、 もうそこには何もいなかった。とにかく離れなきゃと思って自転車にまたがると左の後方から遊ぼうという声が聞こえた。足をすりむいたりして血も出てたけど必死にペダルをこいだ。もう歌う余裕もなかった。とにかく必死で自転車をこいで 幼馴染の家に一目散。途中でペダルが妙に重くなったと感じた時間もあったが、知っているお経をブツブツ唱えながら、半泣きで幼馴染の家に行った。塩をまいてもらって、一応それから変なことはなかったけど、あれは何だったんだろう。未だわからないまま夏は過ぎた。 初めての心霊体験だった。黒い草。小学校での水泳の授業。その日、授業を休んだ僕は、友達と一緒にプールの裏手の草むしりをしていた。たあいのない話をしながらだらだらこなしていると、突然友達が僕を呼んだ。 駆け寄ってみると、友達の指さす先に、雑草に混じって黒い草が生えている。いや、草というよりは髪の毛のようだ。不気味さもあったけど好奇心が勝って、それを抜いてみることとなった。じゃんけんで負けた僕が髪の毛を掴んで人思いに引っ張ると、 意外に簡単にその髪の毛は抜けた。地面に生えていた草のような髪の毛の先は束ねられていて、さらにその先に首があった。玉ねぎほどの大きさで、しわくちゃでカラカラに乾いた首だった。目や鼻や口も確認できる。とてつもなく小さいけど、 間違いなく人間の首だった。僕たちは驚いた。偉いものを掘ってしまったと慌てふためき、すぐに大声を上げて先生を呼んだ。まず駆けつけてきたのは先生ではなく、近くで同じように草むしりをしていた女子だった。彼女はそれを見て泣きながら逃げていった。 僕たちもそれに続いて、グラウンドで体育の授業中だった、一つ下の学年の先生に、ことの次第を報告した。先生はすぐ現場へ向かった。しかし、僕たちが到着した時、その首は、忽然と消えていた。その間、わずか5分くらいだった。後に残るのは、 掘り起こした穴と、引っ張った際、首からちぎれた髪の毛だけ。先生は、悪ガキの僕たちが担いだのではないかと怒り始めたが、成績優秀で、学級委員でもあった女子が目撃証言をしてくれたおかげで、僕たちの話を信じてくれたようだった。昼休み、先生方総出で捜索していたが、 首は見つからなかった。後に残ったちぎれた髪の毛は警察に届けたそうだ。結局この事件に関してはその後何も進展せず徐々に風化した。しかし僕と友達と学級委員の女子が首を見たのは事実だった。全くもって不可解な出来事だった。 しかし、本当に驚いたのは、それから数年後のこと。僕は6歳年上の彼女と付き合い始めた。彼女は僕と同じ小学校を卒業していた。僕が思い出話として、例の首の話をすると、彼女が、まだその噂残ってたんだ、と言った。聞くと、 彼女が小学校に通っていた頃、プールの裏に生首が埋まっているという階段があったそうだ。僕が友人とそれを本当に掘り当てたという話をすると彼女は真っ青になっていた。あの話は本当だったのかと。結局あの首は何だったのかはわからない。 だけど今も小学校では首の階段が受け継がれているのだろうか。正義の人。20年以上前、サスペンス劇場か何かの再放送で見たドラマで、タイトルも出演者も不明なんですが、やたらと後味が悪いものがありました。 ある夫婦 A が大掃除をしていて、自分の小学生ぐらいの子供の面倒も見れない状態の時、近所の夫婦 B に買い物に行くから子供を預かってほしいと言われる。自分の子供の面倒も見れない状態だからと断るが、B 夫婦は少しの間だけと、 無理やり子供を押し付けて出かけてしまう。B 家の子供は A 家の子供と遊んでいたが、水の事故かなんかで亡くなってしまう。B 夫婦は A 夫婦に責任があるとして裁判を起こす。しかも B 夫婦は自分が無理やり子供を預けたのに、裁判では A 夫婦の方から子供を預かると言ってきた。心配ない任せてくださいと言ったと証言をする。A 夫婦は反論するが、マスコミは B 夫婦の証言を全面的に信用して、A 夫婦を無責任だと非難する。A 家の妻は近所の人たちからも、 白い目で見られるようになる。そのうち、A 家に無言電話がかかってくる。はじめは何だろうという程度に思っていた妻だが、それはたびたびかかってくる。そして、それは次第に、無責任、人殺し、と一方的に言って、 電話を切る嫌がらせになっていく。ストレスが溜まった妻はある時、嫌がらせの電話に対して、あなたは誰ですと聞き返す。すると、電話の相手は正義の人だ、と答えた。A 家の妻は夫と相談して、電話番号を変更することにする。 英家には電話がかかってこなくなった。そこでようやく落ち着く妻。しかし、再びどこからか嫌がらせの電話がかかってくる。頭を抱える妻、電話のベルは鳴り続ける。と、二十年以上前に見たものなのに、未だに頭の隅の方に嫌な気持ちが残っています。 タイトル不明のドラマの話を書いた人、その話、昭和58年に三重県で起こった隣人訴訟と似てるね。その隣人訴訟の事件は、A 夫婦と B 夫婦は隣同士で、子供が同じ幼稚園に通っていたこともあって親しかった。ある日、両夫婦の子供が、 家の前で遊んでいたとき、A 家の奥さんが買い物に出かけるため、子供を連れて行こうとしたが子供がそれを拒否。B 夫婦は家の掃除をしていたのだが、親切心から、お子さんをそのまま遊ばせて買い物に出かけたらどうですか子供は大丈夫でしょう。という趣旨のことを言って声をかけた。 そこで A の奥さんは、よろしくお願いします、というようなことを言って、一人で買い物へ行った。その後、B 夫婦が目を離した隙に、子供たちは近くの池に行って、A 夫婦の3歳の子供が水遊びをしているうち、歴史してしまった。子供の葬儀の後、A 夫婦は、 B 夫婦と話し合おうと家を訪れるが B 夫婦は堅くなに会おうとしない A 夫婦は意思疎通も不十分なまま B 夫婦と池の管理責任のあった件などを訴えた判決は A 夫婦が過失8割子供の監督が極めて不十分 B 夫婦は 過失2割、声をかけたのに子供から目を離すという落ち度。で、結局 B 夫婦には、526万円の損害賠償の支払いが命じられた。判決後、新聞などのマスコミが、無償の善意に賠償責任、行為で子供を預かっても責任、隣人の行為に、 厳しい判決という見出しで報じたこともあり、報道されたその日から A 夫婦のところに匿名の電話や手紙が殺到。そのほとんどが非難と嫌がらせで、お前は死んだ子供を種にゆする気かとか欲張り、人出なし、といった非難や罵倒が多かった。 A 夫婦は何も損害賠償を取る目的だけで訴えたわけではなく、紛争を公正かつ納得のいく形で解決したいと願って裁判を利用したにもかかわらず、心ない世間の反応にやる気をなくし、訴えを取り下げた。まもなく B 夫婦の方にも、A 夫婦が裁判を取り下げたのに、 放訴するつもりか、と激励から非難の電話、手紙が来るようになったので、結局、両夫婦とも裁判を取り下げる形で終わった。彼女の秘密。体験談、というか現在進行形。これが原因で、 バイトを辞めようかどうか悩んでいる。焼肉屋とカラオケ屋で掛け持ちのバイトをしているんだけど、カラオケの方の話。個人経営のそんなに大きくないカラオケ屋で、従業員は店長を除いて男三人、女一人の合計四人。早番専門に僕と 今年初めに入った K という女の子。おそばん専門で古株の Y くんと R くんという男がシフトに入っていた。平日は早晩おそばん交代で一人ずつ。週末や祝日は全員出勤。つまり早晩の僕は木曜金曜が一人で出勤。 土日は、K さんと出勤になっている。正直今は彼女もいないし、女の子と同じシフトに入れるのは嬉しいんだけど、K さんは少し変わったやつで、なかなか可愛い顔をしているのに、目の下はいつも熊なのか黒っぽくて、行動がゼンマイで動くおもちゃっぽくて、かなりそそっかしい。 彼氏と同棲しているみたいなんだけど、噂によると、彼氏というのが去年事故って、軽い後遺症が残っているそうだ。三年半付き合っていると聞いたが、K さんは彼氏を溺愛しているらしく、以前ふざけて、同棲してる女を働かすような経済力のない男なんか別れちまえ、と言ったら、まじぎれされて、 溝落ちにモップの絵がめり込んだ。そんなちょっと変わったところもあるが、普段は普通に明るいし面白いし、なんだか小動物っぽくて可愛い女の子だった。前置きが長くなったが、土日祝日は K さんと一緒のシフトに入る。 田舎の暇なカラオケ屋でも週末は混むので、店内の清掃も接客も二人で手分けをしてやらなければ仕事が回らない程度には忙しくなる。でも先週末、外が大荒れで土曜日なのに客が全然来なかった。客もいないし本当に暇で、 K さんと雑談をしながら、だらだらと、のんびり店内の掃除をしていた。午後になっても客は来なくて、廊下を暇そうにモップで拭いている K さんに、休憩に入ると伝えようと、階段下を覗き込んだとき、初めて気がついた。K さんの掃除した床は、 ワックスでもかけたのかというくらいピカピカで、思わずため息が出るほど綺麗になっていた。K さんが掃除した2階のトイレや厨房を覗いてみたら、そこも見事にピカピカ。いつもは掃除が終わるや否や、客が踏んで歩いて汚すからわからなかった。それに比べたら、 僕が丹精込めて磨いた床なんてくすんでて哀れだった。店長が僕に口を酸っぱくしてもっと丁寧に掃除をしろという理由がやっとわかった。次の日も天気が悪くて客足もさっぱり。あまりに暇だったので気合を入れて掃除を始めたが、 K さんが掃除した床の足元レベルほども綺麗にならない。なんだか悔しくて暇つぶしがてら、K さんの廊下の掃除を開始から終了までじっくり観察して、その見事な掃除術を盗もうかと考えたんだ。店には掃除用具室というのがあって、その余剰ぐらいの狭い部屋には、 簡易洗面台とトイレ掃除の道具以外の掃除用具が全部揃っている。K さんがトイレ掃除を終えて掃除用具室に入るのを見計らってドアの隙間からこっそりと中を覗いた。この時はバケツと雑巾を持って部屋から出ようとする K さんを脅かしてやるつもりだったんだ。 掃除用具室に入った K さんは、バケツに水をため、膨雑巾の絵から、せっせと雑巾を外していた。僕は K さんの無防備な背中を見ると、いたずら心がどんどん湧いてきて、笑い出しそうになるのを必死でこらえていたんだが、K さんは突然ポケットの中から、赤黒い液体が半分ぐらい入った、 コーヒー缶くらいの小さいボトルを出した。僕は一瞬、マイ洗剤持ってきてんのか、ピカピカの床の秘密暴いたぞ、なんて思った。後で分けてもらおうとかも考えていた。K さんはバケツに溜めた水に、ボトルの中身をドバドバと大半を注いでいた。 入れすぎだろと思うくらい。そして、外した雑巾をバケツに入れて、何か独り言を言いながら、ジャブジャブと雑巾を洗い始めた。ケンさんは、普段から独り言が多い子なので、別に不思議にも思わず、何気なく耳を澄ましてみると、彼女は繰り返し、 〇〇死ね、〇〇死ね、〇〇死ね、とつぶやいていた。ちなみに、〇〇というのは店長の名前。僕からは、K さんの後ろ姿しか見えなかったから、どんな顔をしていたのかはわからない。でも、死ね死ねとつぶやく合間に、 小さな笑い声も聞こえてきて、すごく怖くなって、なるべく足音を立てないよう厨房へ戻った。その後はいつも通り仕事を終えて、おそばんの二人に引き継ぎをして、店長と K さんと仕事終わりの定番の雑談タイムを過ごした。 K さんはいつもと変わらず、店長にも僕にもニコニコと愛想を振りまきながら面白おかしい話をしていた。店長への呪詛を吐き続けた口で。しばらくして店長は一旦自宅へ戻った。僕は K さんと同じ時間に帰るのがなんとなく怖くて。 おそばんの Y くんの休憩時間まで待って、彼と話してから帰るつもりだったから、店に残った。K さんは彼氏が待っているからと言って帰る支度をしていた。お疲れ様という僕に、いつもはお疲れ様ですと明るい声と愛嬌たっぷりの笑顔が返ってくるんだが、カバンを持った K さんは、 ピクリとも動かない。立ち上がった状態で僕の前に棒立ちしている K さんが初めて聞くような低い声で、覗きって最低だと思いませんと呟いたんだ。そうして彼女はその後は一言も何も言わず、早足で帰っていった。 その後、ずっと頭がぼんやりして動けないでいると、Y 君が事務所に入ってきた。僕は Y 君に泣きついて、その日あったすべてを話した。Y 君によれば、あくまでも噂だが、K さんの彼氏が事故った相手というのは、どうやら店長らしい。事故は10-0で、 K さんの彼氏が悪かったそうだが、彼氏のことを聞くたび、曖昧に笑って話を濁す K さんの態度を思い出して、なんだか、ただの噂ではない気がして、本当に怖かった。それと、あの赤黒い液体は何なんだろう。店長は何も知らず K さんを雇ったのか。K さんは、 何のためにこの店に来たのか。土曜日の夜から、K さんからメールと電話がかなり来ている。もちろん出てないし、メールも読んでない。でも削除しようと思って、うっかりメールを開いたとき、見ましたよね、という文面がちらっと見えた。休日は、 一歩も外出してない。狭い田舎町だし、K さんに会えそうな気がして、家から出られない。怖いし、来週の土曜、また K さんと同じ時間仕事かと思うと憂鬱になる。水浸し。半年くらい前、朝起きたら、 部屋の中央にあるこたつ机を中心に水浸しになっていた。水浸しといっても散乱していた書類などが水を吸収していたのでそこまで広がってはいなかったが、しかし書類の束は上から下までびしょ濡れだった。前の日お酒を飲んではいたものの、 酔うほど飲んではいない。最初はうちの猫のそうそかと思ったが、普段は入れないよう寝室にドアを閉めていたし、水は無色無臭であったので、猫への疑いは晴れた。もちろん僕のパンツも濡れてはいなかった。その日は雨も降っていなかったし、 周りに水気のあるものも置いてはいなかった。一体どこから水はやってきたのだろう。ちなみに寝室のある2階には水が出る場所はない。今もベッドに数図を置いて過ごしています。もう一つの体験は中学2年の夏。学生だった僕は夏休み中だった。 お昼過ぎ、部活から帰ると、家には誰もいなかった。暇だし、やることもなかったので、昼寝をすることにした。そうして、ベッドで昼寝をしていたのだが、途中で金縛りにあった。その時、右腕を上に伸ばして寝ていたんだけど、その右腕に、ものすごい重圧感。 何とか目を開けてみると赤い服を着た赤ちゃんみたいなとにかく小さな人型のものが右腕に乗っていた背の高いベッドで右上の先は宙にあった人が乗れるはずもなくもちろんこの家には赤ちゃんなんていない気づくといつの間にか赤ちゃんはいなくなっていて 悲しばりも溶けていた。それからまた寝直して、夕方帰ってきた母ちゃんにそのことを告げると、うーん、あんたを産む前に一回流産してるからその子かもね、と言われた。少しゾッとした。最後にこの部屋で、 あれは一体何だったんだろう。2年前の3月、大学を卒業した私は、大学生活を過ごしたアパートを引っ越そうとしていました。大学生活を過ごしたと言っても、ほとんどお友達や彼氏の家で過ごしていたので、週に1回か2回、荷物を取りに来る程度の部屋でした。 引っ越し前夜のこと。最後にこの部屋で飲もうか。と彼氏からの提案で、彼氏と私の二人で私の部屋で飲むことになりました。荷作りは終わっています。なので、周囲は段ボールや荷物の山です。こういうシチュエーションで飲むのは新鮮で、入り口付近の空いたスペースに、 二人で腰を下ろして、なかなかこうやって飲むこともないし、と彼氏と盛り上がって飲み始めました。ちょうど余韻が回り始めた頃のこと、携帯電話のバイブレーションが部屋になり響きました。携帯鳴ってるよ彼氏に言われて自分の携帯を見ましたが、 何も着信していませんでした。私じゃないよ。あんたでしょと酔った私は笑いながら彼氏に言いました。彼は、えと少し驚きながらジーンズの中から携帯を取り出しました。俺じゃないよ。えじゃあ誰がと不思議に思いましたが、 私はすぐ気がつきました。ああ、隣だよ。ここ壁薄いし。実際今まで携帯のバイブレーションが聞こえたこともあったので、少し怖ばった顔をしている彼氏に笑いながら言いました。だけど彼は怖ばった顔を緩めません。隣ってどっちだよ お前が座ってる方は隣の部屋ないだろ俺の方の壁からは聞こえてこないぞ私のアパートは1階が駐車場で、私の部屋はその上の2階でした。部屋は角部屋。彼の言う通り、私が座っている西側には部屋はありません。 彼が座っている東側には隣の部屋があって、2階のフロアにはこの2部屋しかありませんでした。隣ではないとなると、携帯の持ち主は上の階の住人ということでしょう。きっと床に携帯を置いているんだろうと、少し盛り下がった場をあげようと、からかい気味に彼氏に言いました。 じゃあ、上でしょなにあんたビビってんのビビってねえけどさ。ただ、本当に上からかよく聞いてみろよ。あまりにも緊迫した言い方をされて、つまんないなと思った私は、はいはい、とバイブレーションの音が聞こえる方向をめんどくさく思いながら探りました。んー ふーん、ふーん、ふーん。二人して飲むのをやめて、部屋のあちこちをうろつきながら、バイブレーションを聞いていました。ふーん、ふーん、ふーん。コンポなどを片付けていて、音のない部屋は、とても大きく、 バイブレーションの音が響いていました。どこから聞こえるって上からでしょそう思いながら私はうろついていました。っていうか酔っていたので、そんなことどうでもいいってなっていたんだと思います。真剣に探す彼の背中を見て、静かにため息をつきました。 すると、その時。ふう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 、私が座っていた西側をうろついていた彼氏がぴたりと止まりました。ここから聞こえる。彼がここと言った場所は西側の壁でした。何言ってんの そっちには部屋はないんだってば。いや、ここだ。ここから音がする。彼が壁に耳をつけようとしているので、私も、私も仕方なく彼の隣に座り込んで壁に耳をつけました。うう確かに、 壁の向こうから音がします。けれど、その音はよく聞いていると、バイブレーションの音とは違うようでした。え私は壁から頭を離し、 その勢いのまま反対側の壁にすがりつきました。彼は静かに耳を離して、ゆっくりとこちらを振り返りました。そして、震えた声で言いました。これ、うめき声だ。翌日、業者に引っ越しを頼んだ私は、荷物が運び出されている中、 何度も何度もアパートの周りを回りました。西側の壁は外から見るととても薄くて、また壁周辺にはよじ登れるような場所はありませんでした。となると壁の中にそう考えると寒気がしました。住んでいた時も時折、 あの音が聞こえたことはあったのですから。あれは何だったんでしょう。合図。僕が大学生の時の話。一年は大学の寮に入っていて、二年から一人暮らしを始めた。建物自体は古いけど、 内装は綺麗だし、家賃も安かったからそこへ決めた。そのアパートに住み始めて三日目ぐらいだったと思う。僕はファミレスでバイトをしていて、その日は閉店までシフトが入っていたから、仕事が終わったのは午前二時過ぎだった。私服に着替えて携帯を見ると彼女から、 バイトが終わったら電話ちょうだいというメールが来ていた。帰宅してから電話しようと思って足早に原付きで帰宅した。そのアパートは2階建てで僕の部屋は2階の真ん中の部屋。部屋についてすぐ彼女に電話した。もしもし、終わったよ。 お疲れ様。まだバイト先にいるのいや、帰ってきたよ。じゃあ、友達ん何がああ、テレビか。だから何がどういうこといや、男の人の叫び声が聞こえるから、友達とかテレビだと思ったんだけど、違うのその瞬間、すんごい鳥肌が立って、 心臓が止まるくらいゾワッとした。当然部屋には僕以外誰もいないし、一人暮らしを始めたばかりで、テレビもまだ買ってなかったからだ。いや、ちょっと待って。マジで怖いからやめて。一人だしテレビまだ買ってないし、ビビらせようとしてんならやめて。え私本気で言ってんだけど えじゃあ今もずっと叫んでんの誰と彼女が言った瞬間、ベランダに干してあった服が全部1階に落ちたんだ。まあそれは突風でも吹いたのかもしれないけど、帰る時は風も強くなかったし、何よりタイミングが怖すぎて、家を飛び出して、原付を飛ばして、 近くに住んでいる友達のところへ転がり込んで、その日は泊まらせてもらった。本気で怖かった。でも次の日、不思議なもので、昨日はあんなに怖かったのに、外が明るいと、なんであんな怖がってたんだろう、くらいのテンションになってきて、家に帰った。 落ちた服を拾ってないことを思い出して、回収して、そこからは特に何も起きず過ごしていた。でも、一週間後、大学から帰ると、アパートに警官が十人ぐらいいて、僕の斜め下の部屋に、出たり入ったりしていた。しかも、あたり一体なんだかすごく臭くて、 思わず吐きそうになった。警察にどうしたんですかと聞いたら、どうやら斜め下に住んでいたおじさんが部屋で首をつっていたらしい。死後一、二ヶ月経っていたらしくて、不乱しているから、しばらくは匂いがきついかもしれないと言われた。マジか、嫌だな。 そう思った瞬間、鳥肌が立った。あの夜、ベランダから落ちた服は、全部、おじさんの部屋の前に落ちていたんだ。もしかしたら、気づいて欲しくて、自分の部屋の前まで、僕を来させたのかな。